こんにちは、ダイスです。今回は伝説のポケモンを探しに行こうと思います。ということでおやつもらいましょう。サークルミッション側のやっと10回目だね。これで10匹目なんだろう。まだ来てないところ、ルナーレとかいてほしいけどな。ライコウ、全然違ったライコウ、伝説のポケモンのライコウが好むおやつです。ライコウってどこにいましたっけ。ライコウはとても珍しくてね、めったに会えないんだよ。ライコウといえば僕が若い頃にね、ライコウと一緒に山登りをしたことがあったんだよ。ライコウってとっても素早いから、僕の先をググーンと行っちゃうわけ。だから僕は何くそーってライコウを必死に追いかけるのね。最後には北の大地に広がるすごく壮大な砂漠の景色をね、ライコウの隣で見ることができたんだ。おやつを持っていればあなたももしかしたら会えるかもしれないね。北の砂漠、うわ、砂漠のとこ行ったことあるなまあ、砂漠エリアってここかな。北の砂漠って言ってたよね。北の砂漠、北、西、北の砂漠を、え、大丈夫かなこの辺にも何かがいた記憶があるんだよな。ライコウ、砂漠って普通に言ったらここですよね。いやでもこの辺に出てた気がするのが確かにいたんだよね。ちょっとロースト砂漠行ってから考えます合ってるかな。あ、なんか思い出したかもしれないです。北に砂漠が広がってるのを見たっていう山登りって、山だ、ここだ、多分こっちだ。確かにいたっていう、あのスカーレット側で行ってますよね。行ってる記憶がありますちょっと遠いですけど飛んで行ってみようと思います。あれ、そんなところに人いたっけあれ、トレーナーさんいたのちょっと覚えてなかったな。確かに山登りをして北に広がる砂漠を見てっていうのを解いてやったことあったよね。そう、これだとね、ちょうど北側に後ろのね砂漠が広がるんですよね。で、どこにいたかな、結構高い位置にいた記憶があるんですよね。はい、こう確か高い位置だったと思う。上じゃないかな。お、いた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 、発見。あ、よかった、砂漠を一緒に見たんだ。ちょっと見えないちょっとここからだと見えないけど、確かに砂漠の方向いてるよね。はい、ということでライコウです。かっこいいな、この角度いいね。写真撮るときこの角度から撮れないんですよね。かっこいい。え、やっぱいいよね、この毛並みが。うち猫さん飼ってるんですけど、こういう感じの毛並みなんですよね。やっぱり猫かっぽいよね。ライコウ、後ろのね、くるんってなってるお尻のとこの毛もかわいいな。よし、じゃあ行きますか。レポート書いて、オーガポンになってる、これを、ドーブルに変える。ドーブルなんか持たせてた方がいいんですかね、よく考えたら。まあいっか、これで多分大丈夫だと思うので行きましょう。あ、夕日になってる。ってことはこれから夜、夜ですね。ダークボールが使える時間帯が近づいてきました。あ、ここから見る景色かっこいいね。こっち側もいいんだね。滝の方まで見えるんだ、知らなかった、あんなに遠くまで見えるの。って言いながらクイックボールを投げてみます。とりあえず入るかどうかは別にして。お、行くかな。行けそうだったのに。神通力、まあ、多分大丈夫だと思うからやりましょう。寝てもらいます。おやすみなさい。
て次は峰打ちを普通にやっていいような気がします。水浸ししなくても多分大丈夫だと思うんですよね。うん、1,2,3,4 回ぐらいかな、多分4回ぐらいで結構いいとこまで削れそう。起きちゃった、神通力と多分大丈夫で、キノコの胞子、おやすみなさい。これであと2回峰打ち。あー、徐々に空が暗くなっていく。後半ダークボール投げるのもありだと思うんですけど、何ボールかな。うわ、物理強くなっちゃった。まあ寝てもらうんですけどね、そういうのやめてほしかった。ってことは、物理強くなってるから、あと2回かな峰打ちしないと。うわ、真っ暗になった。あ、いけそうですね。大丈夫そうかも。これでやりましょう。こんなにちゃんと夕方から夜になる時間帯を綺麗に見たことなかったかもしれないです。気づいたら変わってるっていうことが多かったんだけど、パッて変わるんだね。よし、じゃあ投げましょう。ライコウは、まあ個人的になんですけど、なんかね、色味も近いからハイパーボールでもいいと思ってるんですよね。あの体のカラーリングと近いから、これもね、個人的にはありだと思う。もしくは、あ、ね、すぐ起きるね。リフレクターね、今まだかかってましたからね。ちょうどなくなった。もしくは何ボールかな。レベルボールとかは合うから良さそうなんですけどね。スピードボールとか今持ってないんですよね。今ね、ルアーとコンペとウルトラボールしかなくて、さすがにルアーボールはね入んないと思う。サファリとかもないんですよね。ダークボールかな、王道といえば。夜の時間帯なのであんまり入らないですね、今の回り方は。すると、タイマーもいけるんですけど、ゴージャスボールはどうですか。ライコウゴージャスありだと思うんですが、あんまり入らないよねゴージャスボールって。次じゃあヒールボールも投げましょう。寝てくれてるから。ヒールボールもあんまり入れられたことがないんですよね、伝説のポケモンって。お、ダメか、起きちゃった。雨乞い、雨降っちゃったね。キノコの胞子、リフレクターに雨を降らされるっていう。そっか、どうしようかな、何だろう。雨降ってる。タイムボールとか入れちゃダメだよねあんま良くないですよね、きっと。回らないと思う、雨だけど。水の生き物じゃないし。え、いやいやいや、びっくりした。ちょっと回ると思わなかった一回も回らないと思って投げてますからね。ちょっとね、回るんだね。じゃあダークボール戻ります。多分本命はダークボールかハイパーボールだと思うんですよ、夜だし。ハイパーかな。まだ起きないね、よかった。じゃあハイパーボール、もう王道ですね。よし、よかった。でも色味的にライコウはね、ハイパーボールありなんですよね、個人的には。あの、よくあるボールなのでっていう風に思っちゃうんですけど。こっちに入ってるはず。いたいた。
そう、よくあるボールなのでっていう風にはちょっと思っちゃうけど、個人的にはありなんですよ、このポコンってやつ。色もね、黄色で出てきてくれるし。ありがとう、ライコー、よろしくね。まだ寝てるけど動きもね、可愛くて、個人的には三軒の中では一番好きかも。はい、ということで今回はライコを入手しに来てみました。まだまだ捕まえてない伝説ポケモン多いので引き続き進めていきたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!